外の厳しさにも慣れちゃあきたが。世界は広いね。やることもたくさんある。ほんと、まだまだこれからだな。ああ、やはり王子は生きていたか。指輪はどうなっている？ルナ・フレーナは逃亡中にて。すぐに見つけ出し殺せ。指輪さえあれば。ひとまず捕らえてみるのがよかろう。六神の力とは人知を超えたもの。その力はカンナギの求めにより王へと与えられると聞く。カンナギは良い研究材料だ。いかがかな、レイブス将軍。どうした、今や帝国軍を率いているのはそなただ。ですが今はどちらの行方も知れぬ状況。軍は引き続き王子とカンナギの行方を捜索してまいります。光よ、我がクリスタル。いよいよ新しいとこに入るね。ようやく砂ぼこりから解放か。リード地方と比べるとこの先はだいぶ広いぞ。そうなんだ。なんか有名なとこある？この先はダスカ地方、湿地帯が有名だな。湿地帯。チョコボが生息する森もある。来た、チョコボ。さらに先に行くとクレイン地方だ。レスタルムの町がある。イリスが避難するって言ってたとこ。ああ、そろそろ着くんじゃねえか。確かメテオで動いてるって町だよな。六神の話の。ああ、熱をうまく動力にしているそうだ。へえ、なんかすごそう。いろいろ面白いもんがありそうだな。長旅の前に給油しておこう。スタンドによるぞ。あ、電話？はい。もしもし。イリス？ノクト、無事だったんだね。こっちはなんとかレスタルムの町までたどり着いたとこ。私たちここの宿にいるから、近くに来たら一度合流できるといいな。あ、レスタルムな。待ってるね。イリスか。タグ、兄貴にかけねえで。王子の声も聞きたかったんだろう。心配していたはずだ。彼女はレスタルム？一回合流するの？そこの看板見た？チョコボだって見たくない？おいおい、レスタルムは後回しか？まだ先じゃん、ちょっとだけ寄ろうよ。よし、見に行くか。のほほ、楽しみ。